日本を平和へと導いた陸軍大臣阿南惟幾。彼の軌跡に迫る。演奏を伝えたい日本の心。昭和20年7月26日、アメリカ、イギリス、中国の連合国からポツダム宣言が発せられた。戦火が極まる中、日本に向けた降伏要求の最終宣告である。ポツダム宣言受諾に向けた動きが加速する終戦ムードの中、徹底抗戦を唱え続けた男がいる。陸軍大臣だった阿南惟幾。彼はなぜ本土決戦という選択をしたのか。果たして本当にそれを望んでいたのか。日本を平和へと導いた陸軍大臣阿南惟幾に迫る。この番組は躍進グループの提供でお送りします。月、伝えたい日本の心、風の章。大分県竹田市、奥豊後に位置する城下町に佇む広瀬神社。竹田市出身で日露戦争の英雄の一人に数えられる軍神第一号の海軍中佐、広瀬武夫を祀る神社である。その一角に阿南惟幾の顕彰碑はある。広瀬家と阿南家は遠い親戚にあたり、共に竹田をふるさととすることなどから平成7年に合祀されたのだ。内務官僚だった父、久志は転勤が多かったため、大分にはなかなかとどまらず、阿南惟幾が生まれたのも東京であった。しかし本籍は父と同じく現在の竹田市であることから、阿南惟幾もまた終生大分人として生きたのだ。明治20年、東京で生まれた阿南惟幾は13歳の時に広島地方幼年学校に入校。その後も陸軍士官学校、陸軍大学校と陸軍の中枢を担うエリートとして歩みを進めた。大正5年には陸軍中将竹下平作の次女綾子と結婚し、6男1女の子供にも恵まれた。阿南惟幾の人物像について顕彰会の白井さんに聞いた。非常に温厚な性格で、円満な人格、深い人外、思いやりの心があったと。清廉で誠実な態度であり、本当に日々努力をする努力家であったと。合わせて、挙動武道、いわゆる剣道弓道の修練に励み、義務に忠実な、達人、物の符であって、まさに日本の武士そのものを生きてきた人だということを言われております。特にその仁外という心は人を思いやる心、これが一番、大切な、人間としての人格を養うものであったということを言われております。そういう人で非常に、陸軍の内部からでも信頼をされておったということが一番じゃないかと思いますね。昭和4年、42歳の折、天皇の侍従武官を命ぜられる。
まあ、これは昭和4年から4年間、侍従武官として天皇陛下の側近として仕えて、ご信任が極めて厚かったということを言われております。まあ、ちょうどその時の侍従長が、くしくも鈴木総理大臣であったということで、非常にまあお互いの意思疎通が、あり、信頼が厚かったために、まあいい関係が生まれておったということではないかと思います。当時の戦況は惨憺たるものであった。昭和19年7月、絶対国防圏と定められていたサイパン島が陥落。その後、マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦も惨敗。そして昭和20年3月、東京大空襲で首都が焦土と化し、沖縄本島に米軍が上陸。日本の状況は誰が見てもすでに負け戦であることははっきりとしていた。そんな中、昭和20年4月、この戦争を終わらせるため侍従武官時代の上官であった鈴木貫太郎が総理大臣を務める鈴木内閣が発足。この時600万人の陸軍のトップである陸軍大臣に任命されたのが穴見惟幸であった。昭和20年7月26日、アメリカ、イギリス、中国の連合国によってポツダム宣言が日本に発せられた。これを受け、国の行く末を話し合う最高戦争指導会議には、総理大臣鈴木貫太郎をはじめ、外務大臣東郷茂徳、海軍大臣米内光政、陸軍大臣穴見惟幸、海軍軍令部総長豊田宗右衛門、陸軍参謀総長梅津義次郎の6人が参加した。ポツダム宣言受諾に向け、終戦への舵をどう取るかが問題視されていた。しかしそのような状況下においても、陸軍の中には最後の一人になるまで連合軍と戦うべしという徹底抗戦の本土決戦を唱える勢力が強く存在していたのだ。最高戦争指導会議の中では、国体護持を条件にいかに陸軍を暴発させずに平和に終戦へと導くかが、ポツダム宣言受諾への問題となっていたのである。阿南大将はやはり500万陸軍のトップとして、最初からポツダム宣言の受け入れであるとかいうことは言わずに、本土決戦徹底抗戦を呼びかけて、おったようです。まあ、他のメンバーについてはやはりもう受け入れることで話をしておったということのようには聞いております。穴見惟幸は終始徹底抗戦を主張。陸軍のトップが徹底抗戦を主張することにより、抗戦派に戦争の可能性がまだあるということを周知し、陸軍内部での暴発を防ぐためであったと言われている。混乱なき終戦へと導くため、これこそが穴見惟幸の戦いであった。最高戦争指導会議では、陸軍参謀総長梅津義次郎、海軍軍令部総長豊田宗右衛門の二人もこれに賛同。共に大分県出身であったこともあり、同郷の吉見から穴見惟幸の気持ちを汲んでのことだったのかもしれない。複雑な状況に置かれた穴見惟幸にとって、この二人の存在は心強かったことであろう。穴見惟幸が当時大切にしていたとされる遺品が残されていた。これ阿南大将が、自宅の玄関に置かれておいて、朝出勤するとき、帰ってきたとき、必ず一日こう頭を撫でておったということで、いわゆる見ざる、聞かざる、言わざるというこの三だろうで、いろいろ意味があろうかと思いますけど、
そういうことで本当に大切にしておったものを奥様が子供さんと一緒に武田に帰られた折に、阿南大将の大切なものであるから遺品であるからということで武田の方に持って帰って、持ったという品物でございます。この三猿をどんな思いで撫でていたのであろう。ドリーム、夢の架け橋。躍進。行司ヶ滝をよく行ず。1945年、昭和20年8月15日、終戦の大正に耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍びという有名な一節があります。これは禅宗の諸祖達磨の忍びがたきをよく忍び、行司がたきをよく行じて修行せよという教えを参考にしたと言われています。映画日本の一番長い日には紛糾する閣議や詔書案など太平洋戦争終結への激動の24時間が描かれています。主人公の陸軍大臣阿南惟幾は大分県出身。あの時代の誰もが一生懸命に生き、子供たちに平和な未来を残したいと願ったことを忘れてはなりません。 G7 伊勢志摩サミット後の2016年5月27日、アメリカ合衆国オバマ大統領は広島平和記念公園を訪問。原爆の子の像のモデル佐々木貞子に関心を示し、お手製の折り鶴を披露しました。そして広島と長崎を核戦争の始まりとして記憶するのではなく、私たち自身の道徳的な目覚めにしなければならないと語りました。昭和20年8月10日、御前会議が開かれた。鈴木内閣は、ポツダム宣言受託の可否を天皇に仰ぎ、受託という御聖断が下されたのだ。深刻世界の体制と、帝国の炎上とに鑑み、非常の措置をもって自局を終止。昭和20年8月15日、天皇によりポツダム宣言を受託したことが国民に示され、これにより陸軍内部の抗戦派は戦意を喪失。暴発することなく混乱なき終戦が迎えられたのであった。阿南惟幾は15日の未明に自決。この放送を聞くことはなかった。まあ、この阿南惟幾大臣が自決をしたことによって全軍に電撃的なショックを与え、熾烈な継続戦争の意欲を一挙に喪失させ、15日の天皇陛下による玉音放送を冷静に受け止め、陸軍の暴発を抑えたと。もしこのようなことが、なければまだ日本本土は焦土化しておったと思いますから、本当に日本を救ったラスト侍と言われております。もし15日の玉音放送までに陸軍が暴発し
本土決戦に陥っていたら、アメリカ、イギリス、中国の連合国軍は日本に対して降伏の意思なしとみなし、日本本土上陸作戦を決行。現在の北海道と東北地方をソ連、関東地方をアメリカ、四国を中国、九州中国地方をイギリスと、日本はそれぞれの国に占領され、現在の地図も書き換えられていたという。まあ、今の平和な日本、繁栄する日本の礎を築いたのは、やはりこの阿南大将の軍部を抑える力、それから本人の責任の取り方、これがあって今の日本があるんだと思います。阿南惟幾の死後、戦後70年の時を経ても受け継がれているものがある。そう語るのは検証会の甲斐さん。全陸軍を代表して、陸軍大将、陸軍大臣として活躍なさいましたが、その他にですね、やっぱり阿南大将が、幼年陸軍幼年学校とか士官学校の生徒に対しての、伝えた言葉、教育、これはやっぱり素晴らしいものだと思います。やっぱり難しい言葉ですけど、勇教の差は小なり、されど責任観念の差は大なり、から志望の差は小なり、されど実行力の差は大なり、それと己に言、人に感、身をもって衆を率いうべしと、そういうふうな言葉があるんですが、まあ、そういうことがやっぱり生徒、陸軍士官学校とか幼年学校の生徒にね、やっぱり校長なさってましたので、やっぱり逐一やっぱりいろいろな、その訓話の中で、それがやっぱり若い、そういう生徒たちの心を捕まえて、それがさっと70年、今70年経ちましたけど、70年間やっぱりそういう訓導を受けた人がね、その心を持っているということはね、今の教育では考えられませんね。素晴らしいと思う。その精神はご家族にも受け継がれていたという。妻である綾子夫人は、阿南惟幾が自決した後、全陸軍への弔いの意味を込め仏門へ下る。まあ、子供たちがすべて、成長した後ですね、やはり、ご主人である阿南大将、それからご次男の、惟幾さん、これ陸軍中尉でしたけど、この方が、やっぱり亡くなったということと、やっぱり全陸軍将兵のやっぱり弔い、英霊に対する弔いを兼ねて、長野県のお寺にですね、出家なさったわけですね。大将の奥様であるということへのやっぱり大きな、プライドというか自覚ですよね。やっぱり日本を守れなかったことに対する、そういうものに、そういう人たち、まあ、もちろんご主人あるいは、息子もそうですけれども、やっぱりその全陸軍500万人ですからね、その中の本当戦死した方が、ものすごい数をやっぱりこれ弔うというのは、まあ、当然の帰結だと思いますね。竹田市広瀬神社にある阿南惟幾の顕彰碑。碑文を書いたのは内閣総理大臣を務めたこともある岸信介である。この顕彰碑もまた彼の人柄や教えに賛同する人の手により作られたものだ。まず阿南大将が自決をした後、巣鴨の方にそれぞれ、A 級 B 級の戦犯が収容されておったわけですけども、24年の3月、天皇陛下が大分に巡幸された折に、阿南大将の奥さんもわざわざ別府まで呼ばれて、ご苦労したね、頑張ってくださいねというようなお言葉をかけられたと。その言葉を大分県知事が、巣鴨の拘置所に行って、天皇陛下が阿南大将の奥さんにこういうことを言ったよということを言いましたら、
涙を流して喜び、やっぱり阿南大将を忍ぶ阿南会というものを作ったと。それがその後発展をいたしまして、昭和34年に阿南陸将を忍ぶ会というものが作られ、その翌年にこの阿南大将が広瀬神社に合祀をされたということから、ここに顕彰碑が建てられるようになったと聞いております。そして昨年8月22日、戦後70年の節目に竹田市の広瀬神社で阿南惟幾大正70年忌及び経蔵建立式典が行われ、新たに経蔵が建立されたのである。昨年、中津病院の梶原先生の方から、自分が4年学校の時に、薫陶を受けた阿南大将にご恩返しをしたいから、ぜひ経蔵を作ってほしいということで多額の寄贈がありました。それを受けまして、この阿南惟幾大正顕彰会を再構築をしようと、合わせてこの経蔵を建立しようということで、昨年の8月に、70年忌祭と合わせて経蔵の建立式を行ったわけでございます。阿南大将は、軍人として日本を守ったと。から、三男のね、これ正さんは、新日本製鉄、鉄で日本を守ったと、まあ、発展させたと。それから、五男のこれしげさんは、日本の外交官ですから外務省で、中国全権大使を務められました。そういうことで日本の外交において、日本を発展させたということで、やっぱり阿南大将のね、やっぱりこの意思がずっと続いているなというふうに思います。これ正様にね、お会いした時に、まあ、お伺いしたことなんですが、まあ、父は本当に武士道を全うしたなというふうな話を伺いました。それと、まあ、自分たちとしては、自分たち子どもたちは、まあ、戦後はまだ終わってないと、まだまだ終わってませんと、非常に厳しいですと。だけど70年を振り返った時に、今後の日本の正しい姿をになってほしいと。それはやっぱり評価すべきは評価してほしい、反省すべきは反省してほしいという流れの中で、これからの日本の在り方を真剣に考えていただいたら嬉しいというお話を伺いました。日本を平和へと導いた阿南惟幾、時には陸軍のトップとして、時には教育者として、彼の思いやその功績は後世に受け継いでいかなければいけない。私たちは阿南惟幾という大分の偉人を知っておかなければいけないのだ。今回は番組をご覧の皆様に抽選で日本の一番長い日 DVD を3名様にプレゼントいたします。宛先は風の章本館まで、ふるってご応募ください。ハピネス、幸せ時間のお手伝い、略し屋。先月7月15日、大分市美術館でチームラボによる展覧会、チームラボアイランド、踊る美術館と学ぶ未来の遊園地が始まりました。今回は多くの子どもたちにもその魅力を楽しんでもらおうと、躍進グループが特別協賛しています。チームラボは独創的なデジタルアートで、国内外から注目を集めるウルトラテクノロジスト集団。今回の展覧会でも大空間で展開されるアートから、体を思いっきり動かす未来の遊園地まで、
最先端を走るチームラボの魅力が満載です。どれも見応えある作品なんですけども、あの入り口にある滝の作品と、あとアートの最後でカラスの作品があるんですけども、その2つはですね、ここで見ないと見れないその臨場感というか迫力、大きさとかがあるので、現場で見てもらうっていうのが一番良い作品として作っていまして、まあ、それが一番目玉かなと思ってます。日本の美術館というか、写真撮っちゃ NG とか動画撮っちゃ NG ってあると思うんですね。で、子供も騒いちゃダメですよってよく言われると思うんですけど、そういうことよりこう作品を楽しむための一つとして騒ぐこともいいし、写真撮ったり、動画撮ったりして残してもらいたいっていう著作権とかそういう話とか一回抜きにして、シンプルに、体験者が楽しむことが一番楽しいかっていうのが大きいかなと思ってますね。みんながその参加することでアートが完成するっていうインタラクティブな作品も多いので、普段その美術館に足を運ばない方、この機会にちょっとこうアートっていうものを試してみようっていう方に楽しんでもらえるとより嬉しいかなと思ってます。大分市美術館では、あの最新の現代美術アートをですね、市民の皆さんにご紹介するっていうのを常に、まあ、模索してきました。特にこの開館以来こんなに大規模に真っ暗にして展示を行うっていうのは初めてだったので、おそらくですね、まだ大分市美術館にあの足を運んでいただけてなかった方々もですね、本当にさまざまな年代のあるいはあの世代の人たちが来てくださると、あのとても期待しています。オープン当日には大分市の児童養護施設森の木の子どもたちを招待し、馬渡さんに解説をいただきながら展示に触れていただきました。躍進グループでは今後も社会に貢献するさまざまな取り組みを行う予定です。躍進インフォメーションでした。